モノポリー日本版が2022年に発売予定です。ボード上の土地は全国の都道府県の候補地の中からインターネットでの投票により決まります。各地方ごと投票が多いランキング順に全国22カ所の土地がゲームボード上に選ばれます。投票に参加してみてはいかがでしょうか。